天津飯大盛り。ちげえって、俺が注文したのはハイパーメガ、メガ盛り天津飯スペシャルだろ。いや、ハイパーメガ盛り天津ライスデラックスっすだっけいや、とにかくこないだ俺がいろいろネーミングプレゼンしたじゃねえかよ。今時大盛りじゃダセーし、そんなんじゃこっちのテンションも上がんねえっつーのほんとめんどくせえなお前中身一緒なんだからいいじゃねえかよ。だいたいお前のその注文しにくいんだよ。なんだっけ、ハイパーメガ、ハイパーメガ盛り天津飯スペシャル、ハイパーメガ盛り天津ライスデラックスっす。おめえも覚えてねえじゃねえかよ。ほら、注文しにくいんだよそのネーミング。んなもん。あ、じゃあなんかここにほらピピってやるやつ置いてよ。最近よくあんじゃん、カラオケ屋に置いてあるのみたいなやつ。ピッてやってすぐ料理出るシステム、あれ導入しようぜ。お前、俺がすぐそこに突っ立ってんのに、なんでそんな七面倒くせえもん置かなきゃいけねえんだよ。頼みにきいからだろうよ。じゃあそんな名前つけんじゃねえよ。だいたいうちの店にそんな金ねえし。まずテレビ置けっつう話だよな。うるせえっつうの。